おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。小津さん、またキャンプ場からのサブチャンネルみたいなことをですね、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、これどうしてもですね、言っておきたいなっていうふうにですね、思ったわけでございます。で、何かって言ったらですね、ツーリングシーズンインというわけでございましてですね、小津さんですね、テントをですね、持ってるんですよ。こいつなんですけど、キャプテンスタックのですね、アマゾンでツーリングライダー売れ行きナンバーワンベストセラーっていうふうにですね、書かれてるやつ、こいつなんですよ。一度はですね、誰もがですね、アマゾンでテントを検索したらですね、これってどうなんだろうっていうふうにですね、思われる方いらっしゃると思うんですけど、そいつを買っています。激安品でございますですよな。で、やっぱりね、今何シーズン目だ、3シーズン目なんですけど、雨も降りませんし、広さもですね、あるんですよ。でかいんですよ、こいつ。こいつ、いいよっていうところでございますですよな。そうね、売り上げナンバーワンでボロかったらしょうもないというわけなんでございますですが、なんといってもね、雨が降らないのがですね、いいなっていうふうにですね、思うんですよ。ほらほら、安物でございますので、これすげえですね、なんか、ピクニックなんかで使うようなですね、下側のシートなんですけど、これがね、わりかし頑丈にできていて、分厚くてですね、雨が漏らないというわけでございます。広さもですね、2人用って書いてるんですけど、これに2人は寝られませんよというわけでございましてですね、まあ、1人用でございます。もう一つですね、おすすめしたいのが、このセーブルのですね、エアベッドなんですよ。こいつはね、ごめんね、えへん虫が。えへん、まあそれはいいんですけど、厚さがですね、こんなに分厚くてですね、下側のゴワゴワはですね、当然のようにですね、伝わってこなくて、これは買ってよかった、これはめちゃくちゃおすすめ、これは最高というわけでございましてですね、これは良かったよな。以前使っていたですね、定番のですね、ペラペラのですね、エアマットというのを使っていたんですけど、あれはね、やっぱり下のゴツゴツがですね、どうのこうの言っても伝わってきたんですけど、一晩今日外で初めて使ってみたんですけど、最高に良かったですというところはですね、お伝え申し上げておきます。だから組み合わせとしましてはですね、今年の夏にですね、初めてキャンプデビューだっていうふうにですね、思われている方はですね、低コストのこのキャプテンスタックのツーリングテントとこのエアベッド、この2つはですね、やっぱりですね、準備しておいた方がいいですよっていうところをですね、サブチャンネルでお届けいたしました。でね、よいしょ、これエアベッドなんですけど、口でフー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 やらなくてもね、ここをこうやって押していったらですね、空気が入っていくんですよ。だからね、ポンプも持ち歩かなくてですね、いいというわけでございます。膨らますのにですね、だいたいですね、そうね、4分ぐらいですね、えっちらおっちらやっていたらですね、このくらいはですね、よいしょ、膨らむというわけでございます。枕もついています。そのくらいね、伝えるのはというわけでございまして、今日はですね、小津さんのですね、ツーリングするときに、キャンプするときにですね、おすすめのテントとエアマットのご紹介をさせていただきました。ではでは。